飛ばし小僧、そしてジュビロ君、皆さん見てお分かりだと思いますが、紙風船、ボールがいっぱいついてますよね。この紙風船をお互い刀で狙い、落とした数の多い方が勝利となります。制限時間は1分です。よろしいですか？どうだい、やりまんま、ちょっと負けるわけにはいかない。小僧さんの方は意気込みはどうでしょう？やっぱり小僧さんもちょっとお互いちょびっとって言ってくるんで、よし、わかりました。はい、それではチャンバラ対決を開始いたします。よろしいでしょうか？時間は1分です。チャンバラ対決、よーいスタート。いけジュビロ君。おい、一つ覚えした。あ、小僧さんも出した。今のところはいい戦い。ジュビロ君優勢。藤枝の場所、もちろん負けないぞ。
延長戦ありがとうございました。ありがとう。